欲望憎悪嫉妬あらゆる人間どもの悪徳が量子法の力となる。サタン様の祈りが終わり、この炎が十二の時を刻む。その時、暗黒の光が地上に降り注ぎ、世界は崩れ落ち、そして闇に帰る。Thank you.
ですか、こんなところで。大神さん、何でもないって顔してないですよ。なんだか、なんだか寂しそう。私の心臓、こんなにドキドキしてるの。みんな一緒です。みんなもきっと怖いと思ってる。私だって怖いわ。一人じゃ顔を上げていられないほど怖い。私はまだみんなやお父さんみたいに強くない。でもみんなが一緒だから、大神さんが励ましてくれるから、私戦えるんです。大神さんと一緒だから私頑張れるんです。自分のこと情けないとか、そんな風に言わないでください。私、大神さんがいるから、だから戦ってください。テートを守るんでしょ、未来を守るんでしょ。私たちと一緒に戦ってください、大神さん。みんな環境にいます。大神さんを、隊長を待ってるんです。
小芸丸の火力では城門さえ破壊できないわ。私はね、少女たちを戦場に送り、この椅子に座っていただけのダメ軍人だ。だが、君たちを誰よりも愛し、そして君たちの命を尊いと思っていた。しかし、早梅君、断じてこの世界を魔の手に委ねるわけにはいかん。市民の避難完了しました。最終安全装置解除、発進準備完了。よし、メインエンジン始動。帝都全域に緊急警報を発令。空中戦艦ミカサ発進。していたなんて。93地方装填発射。米田がいよいよ奥の手を出してきました。所詮悪あがきでは、こちらも。さあ、存分に歓迎しておやりなさい、黄昏の三騎士